1月にご興味を。やっぱりお値段ですか。あ、値段だけじゃないんだな。適正価格にこだわります。日月にするの賛成です。この CM は本当不足さく思われるかもしれないんですけど、すごい可愛いと言われるんですね。特に各局 のメイクさん、テレビのメイクさん、メイク室行くと必ず出川さん、CM 超可愛いとか、ただのおっさんちょっと踊ってるだけなんですけど、これは自分でも本当不思議なんですけど、めちゃめちゃ特にメイクさんに本当に評判いいですね。現場では一緒にできてないので、なかなか2人のスケジュールが合わなくて結局、一緒にできなくて、多分翼さんの事務所から NG 出てたのかなと。違いますよ。だって違いますよ。こんなに合わないことがあるのかなというぐらい、僕は一緒に超やりたかったんですけど。いや、私もやりたかった。やりたかったですよ。そうですよ。本当ですか。本当ですよ。でも私のその一番今回の見どころはリアクションかな。出会った時のですかね、はい、出川さんがお宅に訪問された時の。なるほど。ちょっとどうしようかなっていうのが、現場では監督君がすごい、本田翼さんがすごいセクシーにやってるから、それのリアクションしてくださいって言われて楽しみにしてたんだけど、思いのほかセクシーではなかったかな。ちょっとちょっとセクシーというより可愛らしい感じ。出川さん、セクシー、あれはセクシーです。ちょっとセクシーさが足らなかったな。ちょっと値段的にはもう少しといったところですかね。可愛、はい、かったですけどね。可愛 い方が恥ずかしさがあるのかな。やっぱちょっとそれぞれ大人の魅力磨いていきます。そうですね、今後、うん、じゃあせっかくだからちょっとこれぐらい、これぐらい、はい、どうですか。恐ろしいぐらいの失笑ですよ。すみません。普通は女優さんがこうやったらおーとかありますけど、本当ですよ皆さん。失笑だけですよ。もうちょっと気持ちをください。私に、皆さんと後ろのおじさんちょっとあくびしてましたから、ね、この瞬間もうお願いします。行ってみますか。大事な日月の発表会なんですから。ここで出川さんにぜひとも踊っていただきたいんですが。あ、ここでですか。はい、なるほどなるほど。まあ1ヶ月ぐらい踊ってませんが。はいはい、はい、なかなかの無茶ぶりですが、一個に構いませんよ。まさかこんだけカメラがいてできませんとは言えないので。そうですよね。1個目に構いませんが。日月にするの賛成です。あ、裏口。違う。すいません。もう違うでしょ。違いますよね。違いましたね。違います。それ本田さんも踊ってたと思うんですが。なるほどなるほど、なるほどなるほど、はい、本田さんもダンスお披露目していただけますかね。この子が手離してくれないんですよ今。いや翼ちゃん、どうですかね、はい、踊らないと、うん、今のところ使いどころここの失笑しかないから。すぐに日月にするの賛成です。お、決まりましたね。出川さんぴったり決まってましたね。その浮いたお金でですね、食事ディナーをご馳走したいなと。なるほど、はい、嬉しいです。事務所の方、めちゃテレビ的なコメントでしょ。翼ちゃん、はい、いやいや僕は本当にそう思ってるんですが、はい、いかがでしょうか。いや、これリアルです。じゃあテレビ的なコメントじゃなくリアルガチな。行きましょうよ。え、行きましょうよ。絶対行かないでしょ。絶対行かないでしょ。いや、じゃあ私は日月さんで浮いたお金で、デザートを一緒に食べに行きましょう。そのディナーの後の。じゃあ僕がディナー分を払って、私は デザートデザート分を、はい、もうそれデートじゃないですか。デートです。いや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 、行かないでしょ翼ちゃん。いや、行きますよ。俺はバカだから、そういうのテレビ的なコメントとかわかんないから修行しちゃうタイプだから、ダメならダメと。行きましょう行きましょう。本当ですか。事務所の人に超怒られる。すごい苦い顔。日月のイメージキャラクターとしてメッセージをお願いします。はい、なんだっけとか聞くな。緊張してて、翼ちゃん緊張してまして。お前はバカか。
どちらか CM キャラクター僕らがそれをマスコミの前で小さい声で覚えてた、なんだっけとか絶対言っちゃダメだと思う、ね、語尾がね、語尾がなんだっけなって思ったんですよ、語尾が、はい、西ヶ瀬すの賛成ですね、パチャパチャパチャだから、はい、はいはい、はい、お願いしますよ、はい、せーの、日ガスにスルーの賛成です。あ、すみません、どうもよろしくお願いします。お手柔らかによろしくお願いします。別撮りだったんですか、本当。いや、本当にリアルに別撮りだったんですよ、ね、僕は本当に会うの楽しみにしてたんですけど、ね、なんかスケジュールが全然合わないということらしいんだけど、ね、本当に先ほど言ったけど僕はあの翼ちゃんの事務所が NG 出したんじゃないかなと、すごいあの出川と同じ日が嫌がったんじゃないかなとすごいそう思ったんですけど、多分そうですね。いやー普通違いますよとか言ってくれるんじゃないですか。でもなんで囲み取材に2人いないんですよ、だってそうでしょ、あやっぱりやっぱそうです。あ、これ言うとまた怒られるかな。そうなんですよね、僕も囲み取材翼ちゃん絶対いた方がいいと思うんですけど、多分僕とのツーショットを嫌がってたな。多分そうなんでしょうか、ね、すごいそんな気がします。あ、僕はヘルニア持ちなんで、ヘルニア持ちの小手ぶって一番最悪なんですけれども、はい、まあ、でももう痛いのをこらえてやりましたね、はい、でもあ、まあ、リアルはあれぐらいの動きだったら全然大丈夫です。あの いつももっと激しい仕事をやってるんで、ワニとかサイと戦うのと比べたらもう本当にこんな安全なあの仕事はないので、楽しくやらせていただきます。同じ事務所の黒さんとか最近に絶対来ると思った。いや、あのリア、本当にリアルはあの もちろんあの電話で話して、あの後でこの間あの焼肉誘ったんですけど、あの出川さん、今謹慎中なんでちょっと やめときますという。だから、あ、本当に反省してるんだなと。本当に反省してるっていうのもおかしな言い方ですけれども、焼肉屋に来ないぐらい、ちょっと謹慎しますということなんで、だから多分彼は今反省してると思います。はい。加納さんの自由化っていうのはもうしばらくないんですか。加納さんの自由化。加納さんは自由化されないんですか。あ、加納さんの自由化。いや、自由化そろそろされるんじゃないのかな。わかんないですけど。あと半年後ぐらいじゃないですか。あ、分かんないですね、分かんない。それは僕が決めることじゃないんで、まあ、自由化されたらまた視聴者の人も買ってくれる人も増えるだろうし、はい、だからそれは日月と加納を一緒にするな。もう日月さんでも変な使われ方するからお願いします。もういやクリーンなイメージですから日月さんは。4月から出川さんの中で自由化したいことってのを聞かせてもらえませんか。出川さんが自由化したいこと。ああ、なるほど。まあもう恋愛とかそういうのを自由化。ダメだこれは。ダメだ。怒られる。本当に怒られる。ダメ。もう恋愛ももう一本ですから、私は奥さん一本ですし、もう自由化なんていらない僕は。もう僕は拘束だらけでいいです。逆に。こんな仕事してみたいみたいなのないんですか。こんな仕事？司会とか例えば。ああ、やっぱりでも4月からおかげさまで自分のゴールデンの冠番組も始まりますので、だからそういう意味で、あ、日月さんとまさに僕はマッチしたんじゃないかなと思って、この自由化に向けて初めてのその番組は初めてのやっぱ挑戦なんで、はい。今日も冠被ってますね。冠被ってます。すいません、せっかくのパスをそういうの本当聞き逃しちゃうんですよ。もう人のボケも気づかないで、ああそうなんだって言っちゃって、出川さん突っ込んでて、ボケ殺しで有名なんで、すいません、ごめんなさい、すいません。そういうところを分かるようにして MC の仕事もらえるように頑張ります、はい、すいません、はい。これ冠重くない？ああ、全然、安物の安物とか言うな。安物じゃないよ、日月さんの大事なもの。安物なんか使わないよ、日月さんは。すいません、どうなってしまいますか。じゃあ改めて PR をね、はい、日月に鶴の賛成です。